はい、ともチャンネルですまさかね、今日はちょっと自転車でこういった道を、ね、ずーっと走ってきたんですけどこれもね自転車じゃなければ見つけられないような道だったんですね。で、これでねハードオフのところまで行けるような道だったので、まあ、ひたすら最後までずーっと行ってきたんですよ。で、ハードオフによって今、帰り道なんですけど、まあ、その帰り道の途中で、まあ、ここが多分最終地点っぽい。 公園になってたんです、ね、まあそれでちょっと公園でまあ一服というかね一休みしながら、えーまあ、動画撮ってるんですけどこれはね本当に私秘密基地を乗っていたのであればこの道はもう絶対に見つけられない道でありました逆に言えば秘密基地がなかったからこそ自転車をね、えー、乗るようになって見つけられた道ということでもあるんですけどまあこの辺はね 一長一短なのかなっていうのは私ね感じます。というのはまあ普通ね車を購入して、まあ、車を手放す人ってそうそういないと思うんですけどやっぱりね、えー、自分の生活レベルを下げることになるということで、まあ、そういうのはね意外にいいと思う人はいないと思います。まあ、実際私もねいろんなものを、まあ、必要ないなと思って手放しながらね、えー、感じたことの一つでもあるんですけど。 やっぱりね、物を買って捨てるっていうのはね、結構勇気がいるものでもあるんですね。まだけど結局いらないものはね、ずっと使わないものなので、まあ、そのままね、しまい込んでいてもしょうがないなということで、まあ、私の場合はね、いらないものとして、えー、いろいろと処分してたのはしてたんですよ。たださすがにね、秘密基地まで処分するとは思わなかったんですけど、まあ、たまたま故障が続いてなんだかんだやって修理にいくらかかってってのがあって。 えー、あとタイミング的な時期もねあったので、まあ、しょうがないとりあえず一旦手放すかっていう感じで、まあ、手放したわけなんですよ、まあ、それからが新しい発見の、ね、連続でねやっぱり車がないっていうことも不便さもあるんですけど、まあ、不便さ以上にね新しい発見っていうのがやっぱり出てくるんですね逆に言えば、えー、秘密基地を手放さなければこういった発見っていうのはなかったわけなんですよでやっぱりね私も電車の旅をいくつかやっていて感じたこともあるんですけど 車は便利ですけどやっぱり不便なところとメリット、デメリットっていうのはやっぱり電車と比べても、ね、あるんですね、まあ、そういった中でね車を手放したということ以上にやっぱりね不要なものを手放したときの新しい発見というのは、ね、結構あってあのパソコンなんかも多分ね新しいの、新しいの、ね、性能がいいものってなって買い替えると思うんですよで最近ではね iPad ミニの第7世代というか IPad mini が新しく出たと思うんですね私も第6世代持ってるんですけど、まあ、第6世代でで新ししいいいいの欲なななっていう気持ちももからなくもないんですよねやっぱり最新のものっていうのは、まあ、快適であるだろうし何より新しい機能がね、えー、実装されているというのもあって、まあ、そこまでね私の場合はあの試食を伸ばすことはなかったんですけどまあ普通に考えたら新しい方がいいなっていうのは当たり前のことだと思うんですよだけど今度その新しいものを買った時にじゃあ第6世代どうしようかって まあそこでね不要なら、まあ、処分する売却するっていう手段を取るんですけどやっぱりねそういう手段を取れない人ってのも中にはたくさんいると思うんですねもうずっと持っていて、えー、使わないのにもう眠らせておくみたいなねでこういった機器はバッテリー積んでるものはもうなおさらなんですけど使わなければバッテリーってね勝手に放電してゼロになった後はバッテリーが勝手に消耗していくんですよ。 だからバッテリーを積んでいるものって常にねあの真ん中ぐらいの充電で保って保存しておくんならいいんだけど勝手に放電して勝手に下放電して、まあ、それでずっとほったらかしにしておくともうどっちみち使えなくなっちゃうんですよねだから機器ってのは機械っていうのはね使わなきゃもうそのまま使えなくなってしまうので使わないものだったらねもう処分してしまった方がいいのかなというふうには私は思ってるんですけどそれまでね最近はもうずっと、えー、処分もせずに やっぱり取っておくことが多かったなっていうのも改めて思ったところでございますまあ、そんな中でねいらないものをだーっと処分してしまうと今度逆にやることってのが明確になって迷わなくなるんですよねそういうのがあっていらないものは処分するいらいるものだけはまあ、そのまま使い続けるっていうねスタンスで、まあ、いろんなものをね手放してみるとこれまたね意外にいいことだらけっていうのに気がつきました もともと私はあの、いらないものっていうのはそんなに買う方でもないし、買ったら買ったで、まあ、長く使うっていうのはあるんですけど、ただ、もうちょっと厳選してね、必要なものと必要でないものを分けたときに、これがね、いろんなものにね、対してなんですけど、ものが探せるんですよ、簡単に。というよりは、物がないから、そこに置いとけば、必ずそこでしか使わないっていうことがあって、 まあ明確なね使い道があったもので探すことっていうのがすぐパッとね出てくるんですよね。で頭の方でもこれをやろうっていうのねあの他に対して雑念がそんなない出てこないからやることが明確なんですよ。だからとつきやすさも速くなってまあやれるやることがねもう本当にサクッと明確でそれをねサクサクやっていくと、まあ、効率がいいんですよね。物がいっぱいあると効率は下がるし。 あの何よりね目移りするっていう雑念がね、えー、入ってあちこちあちこち手を出してで結局手につかなくなって効率が悪くなっちゃうっていうのがあって、まあ、その辺はねいいいいらななもののを手にして、うん、ておかないっていうメリットの一つです、まあ、秘密記事がないのは確かに不便ですけど、まあ、ただ私の場合ね自転車という相棒を手に入れていたので、えー、この我が愛車がね えー、どこまででも連れて行ってもらえるものではないですけどただこの小ささですから電車に乗せて持っていくということは可能なんですよね、まあ、今後私ちょっとやろうと思っているんですけど輪行でいろんなところにねあの電車に乗ってそしてわ我が相棒でその町を走り抜けるというね、えー、そういったものもやっていきたいので、まあ、今後ね、えー、私のこの相棒がまた別の場所で、えー、走っているんじゃないかと思いますはいということでね 今回は不要なものを手放したときに、えー、メリットになるっていうのもあるし、えー、私の場合はこのね、えー、自転車という相棒で新しい発見新しい趣味がねできたということもあって、えー、満足しているお話でしたではまた。